顔はめ看板を楽しむ岩崎誠七と、デンマーク大手セメント会社、シュミット社社長。1929年。コペンハーゲン顔はめ看板とは、観光地などで見られる記念写真用の看板上の物体のこと。顔出し看板、顔出しパネル、あるいは単に顔はめなどとも。英語では、コミックフォーグラウンドなどと呼ばれる。クーリッジによる。 コミックフォアグラウンドの特許の図面。看板ではなく、自分で持つ形式だったキャラクターが描かれた板の顔部分がくり抜かれており、撮影される人物が板の後ろ側に立ち、くり抜かれた穴から顔を出してその様子を撮影する。子供でも利用できるように後ろ側に踏み台がつけられていることが多い。人の肖像写真を撮るときに、撮影される人が、 滑稽な体の絵を描いた板を両手で顎の下に掲げ顔と絵を組み合わせて撮影するというコミックフォアグラウンドの特許が1874年に風刺画家のガシアス・マーセラス・クーリッジによって撮られている今日の顔はめ看板と似たような等身大の風刺画の看板に人が顔をはめるようなものがこれ以前から存在したと見られるが クーリッジが特許を取ったものが非常に成功したことから、クーリッジが顔はめ看板の発明者と言われるようになった。記念写真用のアイテムとして、もっぱら観光地やレジャー施設に置かれているが、イベント会場などに設置される例もある。設置場所が城であれば武将など、描かれているキャラクターはその場所に関わるものが多いが、中には、キャラクターとは言い難いものも参見される。 小説、金色夜舎の舞台となった熱海に設置された、寛一おみや看板が国内で最初という説があるものの、その時期も含めて定かではない。かつては、各地の観光地で、地元の看板屋が作成していたというが、近年では、印刷技術が進んだために、手書きのものは減少している。なお、古い顔をはめには、富士カラーのロゴが入ったものが見られることから、 富士写真フィルムが映しルンデスの反則用に制作したという説があるが、これは同社によって否定されている。1980年の良い,い旅チャレンジ2万キロメートルの開催期間中には、主催した日本国有鉄道各線の始発、終着駅において、駅員の姿へと駅名が描かれた、顔はめ看板が設置される例も多かった。台湾や韓国。 ハワイに設置が確認されている。ありがとうございます。